はい、今回も、僕のチャンネルを、見ていただきましてありがとうございます。はい、今回も、パンダネットの、団体戦の5から、余正麒8団対広瀬優一、4段ですかね、はい、の対局を紹介したいと思います。はい、余正麒さんの黒番です。広瀬さんはすごく AI を使ってね、勉強されていますよね。はい、 AI の手が多くあると思います。切り入れないでね、押したのは少し珍しいんでしょうか。切りを打ってから押すっていうのがね、多いと思うんですけど、黒もね、切らなかったので曲げたくなったんでしょうかね。ああ、そうですね。なんかこんなのも見たことあるかもしれませんね。はい。なんか絶芸の、参考図に載ってた気もします。はい。そうですね。今まではね、こういうのは黒をお持ちの方が多かったと思うんですけどね。今はそうじゃないかもしれません。はい、これはまあ出切りを誘ってさばこうっていう手ですね、黒は。はい、このね、賭けを誘うっていう手です。ただ、これも利かしてこの辺りツケとか飛べばここはすごくなるので、そう、これはすごいですね。この石も弱いのに、そうですね、さすがにちょっと黒苦しいんじゃないでしょうかね、こういう戦いは。まあでもここ飛ばれてしまってはちょっと、打てないということででしょうね。辛いということですよね。ここ、まあ他の手もね、こういう手がね見えますからね、打ちにくいんですよね。打つ手がこれですと、こちらがぴったりですしね。だから僕だったら動かないでね、とりあえずここを打っておこうかなと思いますけど、これもちょっと、これは一応ね大丈夫そうですし、この辺りやっぱり苦しくなったんじゃないでしょうかね、この辺りの折衝で。出切りは硬い手ですね。気持ちのいいところですね。はい、かけてちょっと半分取りに行ってるような感じも見えます。はい、こう切ることはねできませんので、どちらかは仕留めようと思ってますよね、白は。これでちょっと諦めた感じですね、黒は。この石をちょっともう取りに行きますかね。ただこれはとても死にそうな感じはしませんので、そうですね、これ半分この石だけでもね取れれば大きいですね。はい、これは固くね勝ちましたっていう手ですね。はい、抜いて、はい、ここで投了となりましたね。はい、やっぱりこの辺りの折衝が黒苦しくしたと思いましたね。はい、そこからの、白の対応は、的確でね見事だったと思います。
はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。